タートルトーク行ってみたいんだよ。すごくないだってあのカメ。いや自分に言ってすごいと思ったことないんですよね。いやすごいだろ。だって毎回笑わせられるんだその場の人。そんなんだってできますよ。ティファールにお湯沸かしたりとか僕のスイッチ入れればお湯沸かし全然違うよ沸きますよ。だってできるよそんなの。じゃあちょっとお前タートルやってよ。クラッシュやって。クラッシュ、カメ、カメ、はい、俺そのタートルダークに来た客やるから。はいっすよ。ちょっとクラッシュやってね。わかりました。クラッシュ、すまん。はい、魚若者どうぞ魚若者どうぞ、早く言え。おい、クラッシュは何歳なんですか。クラッシュはね、こう見えてね、まだ生まれてないんだね。え君はね、現実見てるようだけど現実を見ているんだ。夢の国だからね、私は夢の中にいるんだ。あ、夢年齢は100歳です。すまん、はい、クラッシュは普段どんな食べ物を食べてるんですか。クラッシュはね、食べ物って言わないんだ、飲み物なんだ全部あれ飲み込んでんだよ俺に。はぁと思うかないんだよな。歯ないから全部飲んでんだよな。頑張ってね、胃袋ね、結構ね大変だけどね、頑張ってくれてんだよね。これから ST スタジオはどうすればもっと活躍できますか。あー ST スタジオ、うん、ピスタチオ食べろよお前らなあ、ピスタチオ食べてな、仲良くやってけよなあ、美味しいかな、あれな、あディズニー言ってかかんねえよ俺はな。あそんな自分で調べな、お前、それがお前の仕事だよお前。どんなクラッシュ。いやクラッシュってだって人をクラッシュさせないといけない。これで自分の甘さに気づく、自分の質問の甘さに気づく、それがクラッシュ。気持ちをクラッシュ、気持ちをクラッシュ。まあチョコは苦手なんですけど。これアイスこう、あすごいね。やめろ、ついてんじゃん